大統領とかいう謎の焼肉のタレです。おお、覚えとったね、はい、本当に四日市とかに来ると全く売ってない焼肉のタレで、大統領ってのがあって、これがうまいっていう話、これ、海津か行った時の話とかって多分してると思うんやけど、来とるところで売ってるところだと、その紀宝町かな、そこに行ったら確実に取るけど、そこでも十分遠いんで、この辺り売っとったらええなと。じゃあ果たして、四日市から一番近い大統領売ってるお店はどこなのかっていうのをね、徹底検証してこいやないかと。いやー、大統領の誰か食べたい、大統領のタレで食べたい。もうここまで来たら大統領欲がもう、ああ、もうよだれが出てくる。うわあ、本当美味しい。ということでね、大統領の旅を探しに行く旅にします。はい。まあ問題はどこで売ってるかなんだよな。ここ売ってなかったんだよな。正直、サンデー来たんで、大阪系やから、あるんちゃうかなと思ったんやけど、なかったんだよね。うん。まあまずはね、ちょっと検出電気寄って、まずメモリーカードをね、買わんといかんもんで。それだけね、買っていきたいと思う。もうね、すぐ目の前にあるんでね、ちゃっと行って、もうここはもう取らずに、そのまま行っちゃってね、ケース電気で購入してるところから、回すって感じで行きましょう。はい。じゃあ行きましょう。おはい、レアでって言っとるけど、何やったっけ。はい、ってことでね、買ってきてね、今ね、ケース電気寄ってね、とりあえず新しいメモリーカード買ってきたんでね、これでもう万全だ、と。もう帰りまで、私、あと22時間、たっぷりと取れますよと。バッテリーももう6個積んであるからね。バッテリー、40時間分あるから大丈夫ということでね。さあ、こっからね、大統領を巡る旅なんですけど、今ね、これ仮に行ってる間にちょっと色々と調べてもらったりもしたいけど、とりあえず当たって良さそうなのが万代か。万代かなっていうことで。うちの動画でも貝塚の駅前とかで入ったりするかなっていう、大阪の方の地場のスーパーなんで、まあここやったらもしかしたら、大統領取り扱いあるかもなってことで、ちょっとそっちの方に値段を定めて行ってみようと思います。あとはまあ一応ね、なんかチューブとかで売ってるところがあるっていう風になんか出てるらしいんですけど、正直ちょっと全然ピンと来ないんで、まあちょっとその辺りはね、お料理されてある、とりあえずこの辺りからね、だんだん、できれば伊賀の方とかに戻ってきながらかな、うん、探していけたらなと思ってます。じゃあ早速案内、どっち行ったらいい感じ、来た道を戻る感じです。戻るのね、はい、やったいです。次の 3.5 まっすぐここ1で、まあ165をまた奈良方面へ、うん、OK。 あ、まだ奥に行くんやな、うん、へえ。そうや、ココイチは一つこの商品誰か買うね選手権にノミネートされてる商品があるね、うん、何やと思う、知っとるからこれ売っとんの。ココイチなかなか行かないからね。だよね、そもそも行かないんだ、高いんで。高いな、今高いな、この前びっくりした、うん、ちょっとカツにカツ乗せてさ、うん、ちょっとご飯を大盛りにしたらさ2000円いった。あおおおこの商品誰か買うね選手権、むしろこんな商品売っとったって俺も知らんかったんやね。最近さタッチパネル式になったやん、うん、あれになってちょっとさ注文終わってからさふんふんふんってさ商品たまに見とるんよ、うん、なんかいいんだろうなあるんかなっていつも結局カレーうどんで困るよなとか思いながら、うん、あるあるやん、うんうん、売っとるから一回は気になるけど結局ここ一日カレーうどん売ったら飛むしかないっていう、うんあるあるとか、あの、ここでチキンやったっけ、うん、なんか、ここでコロッケとか、なんか、売っとるやん、ぐらいも、はいはいはい、あれも結局買ったことねえな、結局だってカツカレー食うしな、っていう、あれ思いながら、ふんふんふんって見とったら、こんな商品あったんっていうの見つけてしまった、俺は。なんでしょう。意外なもん。もうちょっとヒント欲しいな。食べ物です。ね、飲み物と言っても過言ではない。スイーツ的な？ではないです。ではないんだ。うん、ラッシー？うん、ラッシー、あのね、路線としても悪くない、うん、悪くないけどラッシーだったらカレーと合うよねってわかるやん、うん、正直カレー屋さんでこれを出す意味本当にあるのっていう、どこに需要があるんだろうかさっぱりわからない。味噌汁？まだ食う人いるなって思うやん、うん、味噌汁以上にない。
あ、出た、縄張りの夏海、懐かしい。立ち上げだけ来たわ、ここ、うん、あ、これもなんかシラックスが潰れてさ、ね、そこに入った、うん、あー、オープニングの設定すごく苦労したわ、ここ一回仕掛けたことないけどエリアリーダーが下見てきたんだけどさ、これなんで あの静岡と一緒のエリアになってるのねえってあそこから行ったらしい、三島から、三島の、視察の後に名張のその進展のやつっていうので行ったらしいんやけど、あの公共交通機関ないんで車で行ってくださいってだけ言われとったらしくて、三島から車のナビの設定をした瞬間になんじゃこりゃそれは同じエリアってなるかな、うん、だって静岡でもほぼほぼ伊豆やん、うん、三島って ほぼ関東圏みたいなもんや、うん、関東から関西行ってる、うん、ましてや下道で行こうと思うと名阪からさらにぐわーって行かなあかんやん、うん、っていうのことはあったな。でちょっとお話戻して、うん、ココイチの誰か関連選手権なんやけど、うん、何でしょう、もうちょっとヒントくれ、ヒントくれ、頭文字とかでもいい、こう、うん、コンスープ、じゃあコンスープは、いや普通に頼むな、なんだ、えん、コンスープあるじゃない、ある、うち昔よく頼んでたよ、えへへ、いや頼んでた、ここいしのコンスープめちゃくちゃうまいじゃん、そうだ、うん、え、うち昔定番、え、もう昔子供の頃はココイチとプラスコーンスープはセットだった、あの朝熊のコーンスープよりうまいと思ってる、マジで、マジで、だってもうカレーになっとるやん、え、そここに食うのあれ、一緒、合う合うコーンスープとカレーって絶対カレーになっちゃうやん、大昔からあるよあれ、あ、いや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 、マジか、なんならテイクアウトのレトルトのコーンスープ買ったことあるよ、昔何回も、いるんすよマジか、いたわこんなところに、誰が買うやと思っとったけどいたんだ、ココイチのコーンスープは隠れた名品ですあれ、でもカレーと一緒に食うんだ、食べる食べる、何もおかしくない、味噌汁よりか全然合う、嘘だ、ビックスのがおかしいなって、嘘だ、いや騙されたと思って一杯飲んでみよう、あ、いっぱいやってみるわ、うん、うん、とりあえずちょっとテイクアウトでも買ってみてやってみるかな、子供の頃から飲んでた懐かしの味だよ、あのココイチのコンソープ、スープもね大粒でうまいんだあれ、やったー、いやー誰が関連選手権ってひどいすぎる、あらマジかー、いたわ、分かった、ノミネートから下げるけど、うん、とりあえず買っては見るわ、うん、うん、まあ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 おすすめなんやしな、いや、それはもう本当にうまいと思う、あ、ここがビルと一緒に入ってんだ、へえ、でかいじゃん、もう適当に入って、あの奥にあるね、これは上司いいね、万代やって上司やると大阪感出るね、上司さあ万代に来たね、売ってるかな、万代はどうだろう、東海圏でいうバローみたいな感じだ、そういうイメージだった、ああまあ確かにね、うん、割と洗練されてる感じですよね、うん、車が遠い、うん、そうね、めっちゃ分かりにくいなこれ、しかも継続とこだと見て、めっちゃ長いよ、長いわけ長いわけ、よいしょ、ならならば出てくる出てくる出てくるの、おー、
よし。さあ、万代さん。売ってるかな？気になるな。行ってみましょう。はい。青。